皆さんこんにちは、メノアで発狂食らって発狂したギッシーです。今回はハスカヒカレゼラで修羅の限界をクリアしてきたので立ち回り解説の方を中心にやっていこうと思います。はい、ではクリア動画の方やっていきましょう。バッチは HP バッチですね。まあ、HF 遅延来るんで、ハスカに遅延ロック振ってあげるのが一番いいかな。まあ、隙ぶ詰めるならいいけどね。ここは、一旦耐久します。はい、で、挑戦に、お邪魔目覚め耐性と遅延2つ結構おすすめです。それに傘つけるの結構おすすめです。12歩で遅延後来るんですけど、なんだっけ、ソティスが3ターン待ってくれるんで、まあ、遅延2でちょうど足りると。挑戦にお邪魔目覚め耐性つけられるんで、結構いいですね。はい、で、ここは光の向こうを組みながら突破していきます。これサリアの武器つけてますね。武器じゃねえわ。直でつけてるわ。まあ、こんな感じで組んであげて、突破しています。なんかルシファーのとこで2回パズルあるのと、ここで1回抜くので、スキブが3溜まるんですよね。まあ、これでちょうどファスカが、溜まるようにしています。はい、2Fのパズル教室は、まあ、個数とか数えて、なんかいい感じに消して頑張ってあげてください。まあ、ここはちょっとすっ飛ばします。はい、3Fですね。ルシファーの目覚めで盤面がめちゃめちゃに荒らされるんで、光ゼラを使うことをお勧めしますね。まあ、だから光ゼラに遅延4振ってるっていうのはありしね。まあ、ちょっと神キラーはなんかソティスとかの足しになればいいかなって感じでつけてます。はい、4階層ですね。4階層は、ルーレットをやってくるんで、左と右だけ抜いてあげて、まあ、ルーレットがなくなってから真ん中を突破するのが一番いいかなと思います。はい、で、言い忘れてましたが、このダンジョン多分テープとくもやってくる敵いないんで、耐性しなくて大丈夫です。で、お邪魔は、QF でたくさん生成してくるやつがいるんで、まあ、そこだけのために積むのもあれですけど、まあ、100% にして損はないかなって感じですね。で、毒耐性なんですけど、毒を生成してくる敵もこのダンジョンは、まあ、いないのかな、わかんないけど、まあ、僕がやった感じでは、まあ、一回も出てこなかったので、まあ、ルシファー生成してくるけど、まあ、あれは覚醒無効されてるからね。まあ、そんな感じで、まあ、暗闇耐性だけ 100% にしてれば、このダンジョンは大丈夫かなって感じですね。はい、5F ですね。お邪魔目覚めしてくるやつがいいんですけど、まあ、挑戦にお邪魔目覚めつけてるんで、問題ないです。で、こいつが出てきた場合は、エバーラスティング打ってあげて、回復力減少。まあ、スキブが多くて回復力減少を返すね、スキルを持ってるキャラというと、まあ、トールとか、あとは、アリスとかかな。まあ、他にもいるかもしれませんが。まあ、パーティーに回復力減少を返せるキャラを入れておいてください。はい、次、6階層ですね。6階層はデネボラかウツラウツラが出てきます。で、ウツラウツラの場合は超根性 1% まで削ってあげて、で、攻撃力減少を食らって、てから山本源流祭使ってましたね。で、デネボラの場合は山本源流祭の、属性吸収で、属性吸収無効で、まあなんとか倒していました。まあ、今回クーガにね、ハーつけてるんで、まあ、ブラダマンテに、まあ属性吸収無効2ターンとかでも大丈夫ですね。まあ、だから金時とか入れるのもありかな。で、ここで、うーんとか言って、なんか飛ばしてくるんで、跳ね返してあげますと。いや、これはちょっと初見殺しが半端ないね。はい、7階層ですね。7階層は攻撃力減少またしてくるんですけど、僕はクーガ持ってたんで、ここでクーガ打ちました。で、エンハスキルがない場合は、なんか光生成のスキルを打ってあげて、光にセット組みながら8コンボ組んで、まあ耐久してあげてください。一旦耐久すれば減少が取れるんで突破してあげてください。はい、12階まで特に解説することないんで12階まで飛びました。5ターン遅延してきて、傘がたまんなくなってしまうんですけれども、3ターンは耐久できるんで傘をため直します。ため直してる間に左のねやつにターゲットしてあげて倒してあげるのがおすすめです。
で、このソティスなんですけど結構硬いんで、まあ光の向こうを組んだ方が確実かなと思います。はい、次 13F ですね。 13F はミストルテインが出てくるんですけど、この子めちゃめちゃ硬いんですよ。で、防御がなくなると30万ぐらい飛ばしてきます。まあでもこのパーティーはね、HP13 万超えてるんで、まあ普通に光にコンボして8コンボしてれば、まあ耐久できますね。まあ無理やり突破することもできますけど、まあ耐久した方が確実かなと思います。で、ここちょっとめちゃめちゃ長いんでカットしますね。はい、次 14F ですね。 14F はリダチェンか、まあこの子ですね。で、リダチェンされた場合は、5ターン耐久するしかないんですけど、まあ光ゼラーの半減で耐えていくんで、まあ光にコンボ組めればって感じですね。まあなんで変換スキルとかも使って5ターン耐久してあげてください。まあ途中ちょっと抜いちゃう可能性もあるんでね、あの子はちょっと本当厄介ですね。まあ、こっちの方が圧倒的に楽ですね。はい、で 15F はデーモン軍団が出てきますね。この子たち攻撃力が頭おかしいんで、あと HP も頭おかしいんですよね。まあなんか脳筋って感じですね。まあだから遅延スキルとか持っていくのもありですけど、まあちょっとリダチェンされてると厳しいよな。まあ多分光の向こうと、あ、光の向こうプラス光1セット含むの、あ、10コンボで多分抜けると思います。これガウリーに悪魔散突してるんで、まあ多分抜けるかなって感じですね。まあそうですね、ガウリーじゃなかったら誰かな、トールとかかな。トールに悪魔キラー3突とかできたっけ。まあちょっと今回9コンボしか組めなくて、ちょっとのミリ残ししてしまったという感じですね。はい、主な立ち回り解説は以上になります。まあ後々のボスは、まあ光にコンボ組んであげて、まあ耐久してエンハ打ってって感じですね。まあやっぱここだはちょっとめんどくさいかな。リダチェンからのデーモンがマジで害悪ですね。あ、で闇メノアの場合なんですけど、なんだったっけな、覚醒無効をなんか2ターンしてきたりするんで、今回挑戦を入れてました。あとキメノは 180% 割合ダメージだっけ。まあだから光ゼラファスカできたっていうのもありますけどね。ラファエルとかもありますし、まあ光ゼラファスカどうですかね。まあ、回る分には悪いと思うんで、まあ今回のダンジョンは無効パとかで回るのが一番いいんでしょうね。これ1時間ぐらいかかってるからね。まあやっぱ新鮮剤取るなら裏劣化でいいかなって感じなんで、まあ1回クリアしたい人だけ光ゼラファスカ使えばいいかなって感じですね。チャンネル登録よろしくお願いします。